レディス・クレメンツはアメリカ合衆国の植物学者である。夫のフレデリック・クレメンツと共に植物生態学の分野で先駆的な業績を挙げた。ニューヨーク州のオールバニで生まれた。父親はネブラスカ州出身の食肉業者である。ネブラスカ大学で学んだ後、ネブラスカ大学でドイツ語の教師となった。植物学者のフレデリック・クレメンツと出会い、植物学に転じ、 当時のネブラスカ大学、ミネソタ大学では、植物地理学の研究の中心となっていたので、クレメンツもその分野に進んだ。1899年にフレデリック・クレメンツと結婚した。1904年にネブラスカ大学で博士号を得て、ネブラスカ大学から博士号を得た最初の女性となった。博士号を得た後、1904年から1907年の間、 夫が教えていたネバダ大学の助手となり、1907年に夫がミネソタ大学で職を得た後、1909年からミネソタ大学の植物学の講師となった。1917年からカーネギー研究所から支援を受けて、クレメンツ夫妻は共同研究を行った。エディス・クレメンツもカーネギー研究所のフィールドアシスタントとなった。冬の間は1917年から、 アリゾナ州のツーソン、1925年からカリフォルニア州のサンタバーバラに設けられた研究所で研究し、夏はコロラド州のパイクスピークの高山研究所で研究した。高山研究所は1940年に閉鎖されるまで多くの植物学、生態学の研究者を育てた。夫妻は共同で論文を執筆したり、個人名義でも執筆した。 語学力に優れたエディスは、夫妻の著作を外国語に翻訳した。1930年代に農業技術が原因で、グレートプレーンズ広域で砂嵐が発生したダストボールの時代に、クレメンツ夫妻は農地の保全に尽力した。エディス・クレメンツは優れた植物画の描き手でもあり、著書、教著書に多くの図版を描いた。 図版を描いた著名な著書には、プラントサクセション、アダプテーションオリジン・イン・ザ・プラント・ワールド、ザ・ロール・オブ・エンバイロメント・イン・エボリューション、ダイナミクス・オブ・ベジティションなどがあり、1916年に、ロッキー・マウンテン・フラワーズの175の図版は、フラワーズ・オブ・マウンテン・アンド・プレインのタイトルで、画集として再刊された。E.G. クレメは、植物の学名で命名者を示す場合に、 エディス・クレメンツを示すのに使われる。ありがとうございます。